はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。昨日はですね、アメリカお休みだったんですが、えー、今日はアメリカのマーケットが開く前に、えー、どんなイベントが今週あるのかというのを皆さんと一緒に確認をして、えー、その後に週末に出た気になるニュース一緒に見ていきたいと思います。はい。ということで、こちら見ていきましょう。まずは何といっても2月1日ですね、水曜日、FOMC になります。今25、25ベースポイントの利上げが織り込まれているので、まあ、そのマーケットの予想と一致して、 内容というのは発表されていくんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、やはり今後の f e d のです、ね、どういった状況になったら利下げするのかですとかあとは今年、今の状況を鑑みてまだまだ利上げのアップサイドもしくはその物価上昇のアップサイドに関してのリスクってどれぐらいあると思うのかというところに関して非常に注目をです、ねまあ、失業等で集めていくんではないかと思います。 はい、でもう一つ見ておきたいのはですね金曜日の雇用統計になってきておりますこれまでは3.5%の失業率という水準だったんですが12月の数値から3.6%に上昇を現在予想がされておりますでこのタイミングでやっぱり非常に気になるのがまだまだ失業率非常に低いですよねでかつ経済もそんなに悪くない状況の中で物価が確実に下がってきているとでその中で思った以上に、まあ、やっぱりその景気っていうのがまだまだ正直 いいわけですよねで今後やっぱりまだフェットとしては利上げを引き続き継続していく中でやっぱり少しずつ少しずつ経済のの不安といいうう出てきてきると思うんですよでこれだけまだやっぱり物価が高い中でフェットとしてはしばらく金利を維持していきたいという形でずっと政策は続いていく中で思った以上に早く経済が、まあ、減速もしくはリセッションに近いような形になってきてしまうと。 フェットとしても高い金利を物価を下落させるために維持させるってことがまあなかなか結構心理的に難しくなってくるのでまこの数ヶ月っていうのは経済指標の中で実体経済がですねどれぐらいの減速を示しているかっていう数値で悪く出てくるとまあそれだけ株価が非常に強く売られやすくなるのでこの辺りをしっかり見ておきたいポイントにはなっていくんじゃないかなというふうに思ってます。それらの景気なんかをですねもう一つ見る視点として 決決算算というものののがががあるんですすこちらが今週の決算の予測になっておりますで注,目しておき注目して見ておきたいのはまず火曜日に関しましてはクソモビルですかね、まあ、他のマクドナルドですとか UPS、まあ、そういったところがあるんですが、まあ、一番やっぱり原油関連の決算というのは非常に注目がされるかと思いますで水曜日ですね FOMC がある日なんですがこれはまずメタがありますと で木曜日、まあ、やっぱりこれかなり重要なのがアマゾン、そしてアップル、アルファベットになるかと思います。あとはですね、ここは最近非常に好調のメルクだったりとか、あとはファーマのリリーとかですね、こういったところも非常に注目をされる銘柄になるんではないかと思います。あとは金曜日なんですが、まあ、そんなに大きいところは正直ないなというところではあるんですが、まあ、やっぱり雇用統計が金曜日出てくるので、こういう時に本当に大きな注目が集まるので、 特に水曜木曜日金曜日ですねは、まあ、マーケット非常にボラティティ高くなるんではないかなというもので注目をして見ておきたいかなというふうに思いますはいここからですね皆さんと一緒に週末に出てきて非常に注目しておきたい記事見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FXTT のもスポンサーでお送りをしております FXTT はですね 1>, 1万2,000円分の取引ボーナスがもらえますとでかつ10万円を上限に入金ボーナス100%キャンペーンをやってますつまり10万円入金すると10万円分の取引ボーナスがもらえるとで今ですね株式相場も大きく動いてますし、まあ、あとは為替も結構動いてますよねでプラスこれに加えて仮想通貨とかもかなりちょっとバブルに近くなってくるんじゃないかという,う期待感が非常に高まってきている中で この FXCT は株、為替、仮想通貨、あとコモディティー、まあ、こういったいろんなアセットクラス取引できるので、ぜひです、ね、この機会にこういったボーナスを使っていただいて、皆さんもふだん株式見ていると思うんですけれども、為替ですとかコモディティそして仮想通貨なんかを取り引,引してみるといいんじゃないかなというふうに思ったりをしております、はい。ということで記事、まず見ていきましょう。 こちらですね、今、マーケットで非常にショートセラー、つまり空売りしている銘柄を、まあ、あの空売りしているファンドが非常にあの痛い目に遭ってますよというような今、状況となっていますと、でこれはあの非常にまあ興味深い内容なんですけれども、ちょっと見ていただきたいのは、今、ゴールドマン・サックスがですねちょっとこの関連記事、以前も出したんですが、あの空売りの銘柄をまとめて、インデックスに彼らをしているんですよね。でそののパフォーマンスが今ものすごい良いと この中に入っている銘柄っていうのはどういったものが入っているかっていうと、まあ、テスラですとか、まあ、あとコインベースあとは、まあ、下の方にもあるんですけれども、まあ、去年ものすごくパフォーマンスが悪かった銘柄が空売り溜まってる銘柄としてインデックスに入れられてるんですねでそういった銘柄が軒並み今年大きなパフォーマンス出してるんですよでそれの中で、まあ、筆頭なのがさっき挙げた銘柄プラスあと仮想通貨とかも同じですよね 去年大きな本当に下落に見舞われたんですけれどもその分どん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 今ファンドがショートを買い戻しているっていうような動きが今年結構出ているんですよねでこれがかなり面白い内容になっていてこの記事の中でもどういった銘柄が特に空売りがたまっているかっていうのを表しているんですけれどもシルバーゲートこれは仮想通貨に関連した えまあ銀行サービスを行っていたりですとかあとは特に皆さんが知っている銘柄だとまあマラソンデジタル去年ものすごく注目をされた銘柄ですよねであとはえア,ロジアロゲンですかねそしてまあビヨンドミートこれらはえかなり去年えハイグロの銘柄として注目を集めた銘柄になっているんではないかと思いますなので今年は去年ものすごく悪かった銘柄に対して資金が入りやすいような相場になっているというのはまあ一つ非常に興味深い 内容ににななっていいいるのではないかという,ふうに思いますあとはやっぱりここ最近ちょっと銘柄のパフォーマンスを見ていると、えー、あの原油関連っていうのもちょっとパフォーマンスがちょっと落ちてきているなというふうに思うんですよね。でプラスそれに加えてファーマーですね医薬関係に関してもやっぱり大きなポジションを取っている人が多かったのでそういったところを削ってテック関係の銘柄に入れるなんていうようなリバランシングですねそういったのが結構出ているというような話が まあいいいいろろんななとととここでちらほらほ聞こえているかなという,ふうに思いますでプラスそれに加えて、まあ、かなり面白いなと思った記事のもう一つこちらなんですがいわゆるそのペンションファンドつまり年金がですねかなり今債権について注目をしていてで実際にもう既に買い始めているとでここ最近ものすごく金利が下がってきていると思うんですが今そういったアメリカの年金ファンドが 1>, 1兆ドルですかねを原資として債券を買っているとでプラス今彼らが持っている株式をさらに削って債券に今お金を入れているということが話に現れていますとでこれねやっぱり大きな理由としては今のアメリカの、まあ、特に短期債もそうなんですが、まあ、やっぱりまだ4%台として非常に高い金利を受け取れるような水準に なってきていますよね。で、かつもっともっと大事なのは今後やっぱり物価の下落というのが、まあ中長期で見ると見込まれているということもあって、どん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 。まだ金利が下がってくるとで、まあそんな中で今まあ、やっぱり少し気の早い人たちは株に大きく資産を振り込んでいると思うんですが、まあ、やっぱバランスだと思うんですね。まあ、この年金ファンドっていうのはまあ、やっぱりしっかりとリターンを安定させたいということもあって、まあ、ある程度債券で。 3%から4%の資,産をあの資産をそれぐらいの金利水準で回せればある程度株でリターンを出さなければいけない水準感というのも若干下がってくると思うので、まあ、多少株を削ってでもこういった3件の確実にある程度しっかりとリターンを出せるであろうというような資産に対して今寄せてきているというような話が出てきていますと。 まあ運用なので皆さんが今あの個別株とか見ている中でまあちょっと今からあの債券ってもったいないよねっていうふうにまあ思う方もいらっしゃるかもしれませんがやっぱり彼らかなり図体がでかいというのもあって株式マーケットにあの彼らが運用しているまあ数十兆ドルの資産を全部入れるっていうのはやっぱりかなり難しいんですよね。で一方ででで債券ののののマーケットいいうのは本当に規模がものすごくでかいので ある程度そういった待っている資産というのを金利のマーケットにいわゆるその債券にどん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 振っていくというのを今やっていきたいというのが一定程度あるんじゃないかなというふうに思います。で今後徐々に徐々に本格的に金利が下がっていって金利が下がっていくというのは物価が下がっていってリセッションについてもある程度目処が立ってくるタイミングで金利がある程度下がりきったら下がりきるまでいかなくてもどん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 ,どん下がっていく段階の中で。 債権を売って株にというような循環がまた今後、まあ、ペーションファンドは来るんじゃないかなというふうに思いますでおそらくそういった動きがもうあるタイミングでは、まあ、ヘッジファンドがもう今すでに仕込んでると思うんですがどん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 株に対してアセットをですね振り分けていくような状況になると思うんですよねでかつもう一個面白いなと思ったのがあの今アメリカのヘッジファンドが仮想通貨のですねショートをどん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 買い戻してるんですよでもう少しねネットロングつまり買い越しに 今行くようなな状態なので結構アメリカのヘッジファンドの方々はもうすでに今年の売り下げっていうのを織り込んでそういったハイリスクの商品、まあ、つまり株とか仮想通貨ですねに対して今どん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 資産を振っていってるっていうのはちょっとこの対極の動きではあるんですけれどもまあ一つ、まあ、戦略の違いっていうところで買ってるものは違うんですけれどもまあより アグレッシブにいくのかもしくはより怖さばりにいくのかっていうところで、まあ、自分の戦略っていうものがどっちに合うのかっていうところを一つ考えてみながら、まあ、彼らの戦略を一つ参考にしてみるっていうのも悪くないんではないかなというふうに思っています。で、はい、もう一つなんですがパーウエルさんがですね今、まあ、かなりあのこの先どういうふうにしていくのかっていうのをコメントするか、まあ、非常に注目を集めているんですがさっきもちょっと話したように今っていうのは 今年の年末に向けて利下げが織り込ままれていますよねでそんな中まだまだ物価が非常に高い水準にあるでかつ中国がここ最近ゼロコロナをです、ね、終えてどん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 もっと経済活動をアクティブにやっていこうというような状況になっていますとでここにきて結構一部のですねエコノミストの方々が新たな懸念を持ち上げてきておりますと。 いやそれはどんなことかっていうと今年の中旬から後半にかけてもう一旦物価上昇がエネルギーベースで高くなってくるんじゃないかつまり途中でもしかするとですよ FET がもう一旦利上げもしくはもっともっと今の金利水準を長期で維持しなければいけないっていうようなことをですね話し始めるんじゃないかとでプラスそんな状況の中で経済がどん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 もっと悪くなっていく可能性っていうのは ありますよねとつまり経済としてはすごく悪い状況が今後来そうになっているもしくは来てるっていうタイミングの中で物価上昇が止まらない高く水準が維持されることによってエフェットは利下げができないでもっともっと経済を苦しめるような状況に追い込まれてしまうんじゃないかっていうようなことを一部で懸念する人たちが出ています。でこれについてはあのまだ 大型のマーケットの見方としては、えーまあ、これがメインのシナリオではない一方で、まあ、結構やっぱりこのシナリオっていうのはあのー、特に民間の,あの銀行の方々っていうのは、まあ、若干気にされている人たちも、まあ、ちょこちょこいるんですよね。まあ、特にモルガン・スタンレーですとか、まあ、ゴールドマンサックスのような会社は、まあ、結構まだ、あのー、マーケットに対してそんなにポジティブではないあとはブラックロックとかもそうですかね。結構やっぱりトップの人たちに関しては この辺りのリスクの懸念っていうのをすごく強く出してきているということもあるので、まあ、一部ちょっと頭の片隅に入れておいて、まあ、そういったことが起こったタイミングでどういうような動きを自分の中でしようかなみたいなのは考えておいても、まあ、悪くはないのかなというふうに思っています。 これからも少しやっていこうかなというふうに思ってはいるんですけれども、まあ、あのやっていこうかなというか、まあ、これから始めていこうかなというふうに思うんですが、まあ、やっぱりあのこういったリスクもあるので、まあ、少し慎重にやっていこうかなというふうに思っていますとあと僕の場合は仮想通貨も結構あるので、まあ、株式の割合をどこまで伸ばしていくかっていうのはあるんですが、まあ、そこまで増やすつもりは正直今のところはまだ。 なないかなといかとうに思っていますで今やっぱり本当に仮想通貨に資金が集まっているので、まあ、株に対してボーンと大きいものを入れていくというよりも、まあ、仮想通貨の方でリスクを取りながら、まあ、株式の方はちょこ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 少しずつ入れていくっていう感じでちょっとバランスを取っていこうかなというふうに思います。まあ、あとはは余っててる資産に関しては 仮想通貨のステーキングだったりとか、まあ、不動産ですとか、まあ、債券みたいな、まあ、そういった定期的に金利が入ってくるような商品で運用しながら、まあ、ちょっとバランスをリスクの取るバランスを取りながら今年は少しずつ少しずつ、まあ、あのブルーマーケットというか、まあ、マーケットがいいタイミングに向かっていく中で少しずつリスクアセットの割合を増やしていこうかなというふうに現在思っています。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか。えー、先週ですねえっ、ー、と メンバーシップの対象クラス以上の皆様と合計で2回各1時間ちょっとのセッションをですねやらさせていただきました皆さんからいただいた質問にお答えしたりですとかそのまでまたいただいた質問なんかにお答えをしながら結構いろんな話ができてよかったかなというふうに思いますあとはいろんな背景の方々がいらっしゃったことでいろんな質問も出て 出ししててていいただいて本当に感謝をしております今後もこういったセッションはです、ね、定期的にやっていきたいなというふうに思いますしあとはリクエストにお答えをしていろんな取り組みというのもやっていこうかなと思いますあとは以前から申し上げてますとおり2月の最終週ぐらいからです、ね、日本に行きますのでそこでまた対象クラス以上の方々になると思うんですがオフ会をです、ね、ぜひ東京の方でやらさせていただければと思っております いろんな方に会ったりですとか、いろんなお話できるのをとても楽しみにしています。あとは、皆さんから本当にご支援いただいて、いろんな情報ソースにまたアクセスをできるようになってきておりますので、そういったところを皆さんに対して、配信をする際に使っていければと思いますし、あとはメンバーシップの方々に対して、LINE チャットの方で、また個別で送らさせていただきたいと思いますので、ぜひそういったところも見ていただけると嬉しいです。あと、感想なんかあれば、何かいただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。